皆さんおはよう、おはよう皆さんおはようございます。アミはね、あのね、何、最近ね早起きにハマってます。新学期が始まってからね早起きにハマってるんですよ早起きにハマって、あ、まあ、朝早く起きて、ほんで、あ、ペンライトありがとう、おにぎりもねいっぱいありがとうございます。ほんでな、何だっけ、あ、そう、早起きにハマってて、早起きをしてむっちゃゆっくりもう優雅に用意をするんですよっていう生活にハマってますえ、めっちゃいいですよ、ほんまに。早起きは三文得って言いますやんあ、お弁当箱ありがとう。だからほんまにね、いいなと思いましたよ。なんかね、あの、なんかやっぱりなんかさ、あのさ、何、新しいクラスになったらさ、なんか初めはさ、見た目からさやっぱ印象つくやん。それでさ、髪ボサボサとかで行きたくないやん。だからちゃんとあのね、やってます。はい、あと普通に雨は起きるまでに時間かかるので、いや6時です起きるのはそんな早起きでもないかもしれん皆さんからけど、雨は基本もう6時45とか42起きてたから頑張ってますねね、6時に起きて、あのね、ゆっくり起きたいから、起きるまでに10分ぐらいかかるから、はい、お、一緒に髪ボサボサできてた先輩おったけどないって、治ったよな、やばいよな、あんなボサボサで、なんかでも記憶ないって言ってるらしい。そんな自分ではちゃんと髪をやってったはずって言ってたんよ。そうそうもうマジで戻って髪届いてあげたい。なんであんなボサボサな、聞きたいもんマジでな、ほんまに。てか、なんでママ言ってくれんかったんボサボサだよってなあ、もう今朝は少し寒いな。あの、昨日めっちゃ寒くなかったですか。めっちゃ寒かったんですよ、アミ。あのね、もうすごかったもうあのやばくて、寒さがマジで冬に戻ったかと思いましたよ。アミちゃんおはおは。そうで、皆さんお待ちかねの新しいクラス2日目かなが終わった今の現状をちょっとお伝えしたいと思います。ちょっと聞いてください。アミなんと一人友達が増えました。わー、ちょっと聞いてほしいんですよ。ずっとアミね、その元1年1組のみんなで集まってちょっとおったんですね、端っこの方にいいけど聞いてください。まずね、もともと3組やった子がすぐ1組に入ってきたんです。その子はもう結構1組の子と仲良かったから、3組の子よりも、だからもうすぐ入ってきてんけど、昨日新しく2組の子、もともと2組やった子がアミのグループに入ってきました。アミがね、授業中手振り続けたんですよすごくない、ね、あの、喋るのは得意じゃないけど、何、ちょっと人見知りやけど、まあね、なんか喋りがけやすい子っておるやんか、あんな感じでね、そんな感じで喋りかけました。喋りかけたっていうか、手振ってくれたから、手振り返して、そこからめっちゃ手振りました。そう、3クラス帰って、いや、もうちょっとあるんですけど、アミのグループがね、まだ2組と3組しか集まってないっていう感じですね。全然仲良くなれないんですよそうでね、そう、あの、バイバイしたんですよめっちゃ手振ってたら、休み時間にこっちに来てくれて喋りました。めっちゃね、あ、お弁当箱ありがとうそう、そうなんです、手振るの得意やで、だからね、仲良くなれちゃいました。さあ、今日はその子はこっちのグループに来るのか、それとも違う方に行くのか、どうなのかさあ、どうだどうですかね。そ
どうやろな、分からんけど、まあそんな感じで、しかもちょっと聞いてください、アミ、衝撃の事実があって、あーそんなにって思ったのが、皆さんさね、あの新しいクラスになったということは、どこで NMB48 だっていうことがバレるかっていうのが気になると思うんですね。それで去年はまあ休みすぎなんかダンス習い事をしてるでまず乗り切ってたんですけど、それだったら休みじゃん、休みすぎじゃねみたいなのになって、で調べられたら出てきて、あと TikTok で流れてきたっていう、まあおすすめになったってことでアミはめっちゃ嬉しかったんですけど、 TikTok そうおすすめになってるやんと思って嬉しかったんですけど、あのね、そうえみんな知ってんじゃねって、ちゃうねんアミは知らんと思ってて、みんなは知らんかもしれんけど、なんか昨日自己紹介する時があってね、あ、はじめまして、元1年1組の宮本亜美ですみたいな言ってたんですね。そしたらあのね、聞かれたんですよ、あの NMB48 の子ですかみたいな、あ、そうですってなっちゃっためっちゃさ緊張するですよねこれは、さすがにまあでも逆に知って振られてる方がなんか嬉しいですよね。 TikTok いいねお願いしますって感じですよねな、そうなんです、そう、てかまず向こうから聞いてくれたのかな、ちょっと嬉しかったですね。くるくる回ってて、うーん、いや回ってませんそうそう、そんな感じですね。まで、あとね、あとね、ちょ聞いてほしい、あの聞いてください、あの初めての遠足っていうんですかの班をまあちょっとずつ決めていこうみたいな感じになったんですよ。でまあ初めはもちろんね、何名前順なわけなんですけど、アミの出席番号の後ろの子がもともと仲いい子だったんです。なのに聞いてください、ここでぶっちぎられました、もう悔しい。だからね、アミがその遠足に行く時の班、みんななんか大体友達がいるんですよ、あ元一組やみたいな、やのにアミだけ一人なんですよ、もう悲しすぎですよね。さすがにこれはちょっと悲しすぎる事実という感じなんですけどもほんまやばいで、もうね、なんでなんでやんって感じじゃない。しかも理由がね、なんかまあ仕方ない理由なんですけど、ちょっとその子なんかいろいろあって、その子があアミたちも理由は知らないんですけど、まあ休みの子っておるやん、ずっと休みの子みたいな、その子のなんかね人数を埋めるためにみたいな感じでやったんですよそう、そんで普通に 6か7か8か何人ずつとか忘れたけど、まあそれぐらいで数えていったら一緒なはずだったんですよ。だけどねまあ仕方ないですね、はいはい、仕方ない仕方ない。でしかもアミのグループなんかみんな仲いいんですよ、もともと同じクラスらしくて、もう最悪じゃないですかほんまに、なんでほんまだけど昨日なんかずっと生徒会してた子と仲良くなりました、その班で。もうその子しか喋られへんかもしれんけど、まあ一人でも喋れる子を作るというのは大事ですよね。だからまあその班で頑張りたいと思いますあ、自己紹介ぐるぐる回ってて回りますねそうなので頑張ります。そうでもすごくないですか、生徒会のこと仲良くなっちゃったんですよ、その班で。さすがさすがですねあ、そういえば今日委員会決めるって言ってたな。アミはでも委員会入らんからな、多分立候補じゃなくて投票みたいな感じですね。だからね、多分ないわ生徒会入っちゃいますか遠足の班は大事なのにねって、まあでも仕方がない、初めの新学期の遠足はそりゃね、大体班で決められる、班じゃない、名前出席番号で決められるから仕方がないですね。おはよう、おはよう。そ
そうなんですよ。けどなんかね、中3は修学旅行があるし、中2も、あ、そう、あのね、宿泊合宿ってのが あってね、中2も。中1はなかったんですけど、中2はあってね。なんかそうでね、あのショールームができないんですよ。なのでもう合宿の場所からショールームやっていたいぐらいなんですけどね。なんですけど、そうなんです。だからね、でも1日だけやともできへんの。なのでよろしくお願いします。まだね、全然詳しく知らないんですよ。何日に何時に、なんかどこに行くみたいなのも知らないので全然知らないのであれなんですけど、よろしくお願いします。はい。うん、今からパスポート申請行ってくれって言ってらっしゃい。アミはね、あのパスポートね、あのね、あるんですよ。まずむちゃちっちゃい時の顔のパスポートと、まあ結構最、まあ2年、4年生ぐらいに作ったかな、3年の終わりぐらいに急いで作ったのにもかかわらずコロナで行けなくなったんですよ。だからね、使わずにあるんですよね。一番嫌ですよね、使わへんね。もしかしたら宿泊訓練も GSG 券やったりしてて、な、そうかもしれん。え、ほんまやな。え、でもそれ楽やな。でもね、ああそうだね、連続の行き先が NB バレット劇場になるかもしれんって。え、それはいいな。それはいいな。メンバー紹介しちゃうわ。おはようございます。パパに代わりに配信してもらえばやって。ね、ハマに配信してもらおうか。アミのスマホで。海外旅行行きたいんやつな。ほんまにな、行きたい。あの、そう、あのね、5歳ぐらいの時に、1回だけね、グアムに行ったことがあって、その後に、あのね、3年ぐらい、3年生とかに、あ、4年生かな、に行く予定だったんですけど、その現地はコロナ大丈夫だったんですけど、飛行機が怖くてやめました。悔しいわープロフいい写真、いい笑顔やって、ほんまですか、ありがとうございます。あみね、あのね、写真ちょっとね、しっくり着てないんですよ。このアイシャイネ好きでって、ほんまですか、ありがとうございます。そでね、なんだっけな、あ、そう、お小遣い持ってっていいんですけどね、あのね、あ、そや、グアム2回やな、待って、ごめんなさい、2回行ったん、5歳と2年生とかで、3回目がなくなったんよ。グアム行き過ぎじゃない、なんで、え、グアムばっかり行き過ぎよな。なんかね、海きれいなところが好きなんですよ。海が好きやから、パパとママが。だからね、海がきれいなところに行くんですよね。だからアミはハワイに行きたいです。そうなんですよ。パパさん配信したらずっとガンダムトークやなって、釣りとかなるかもしれない。そう、ほんでね、ちょ、聞いてほしいんです。あの、お小遣いを持ってってもいいんですけども、いいんですけど、2000円前後、え、みたいな、え、GSGK やん、マジで。でもじゃあ、あの、前後ってことはね、前後ってことは、アミは倍にならなかったらいいと思ってんですよ。そう、4000円とかはね、まあ、落としたらっていうことですかね。少ない理由は。まあまあまあ、わかるんですけど。前後やからな。沖縄バールで、あ、沖縄もよく行きますよ。沖縄の海ぶどう大好きです。だから名前に海が入ってるのが、そうなんですよ、アミの海がね、海なんですけど、パパが海が好きだからです。
そうなんです。299日目ありがとう。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。昔パスポート取ったことあるけど、留学校に行けなかったって、あ、今まで取ったけど、その行けなかったから、ね。行けなかったからね。結局ね、使わんまま終わりそうなんですよね。もう、あらあのね、あの今韓国に行きたいです。辛いもん食べれないんですけどね。なんか行きたい、めっちゃ。ね。修学旅行の時5000円ぐらい持って行ったかなって。でももしかしたら修学旅行はいいかも。まだ中2やからあかんとかかな。韓国行って何行きたいのやって。なんだろう、なんかやりたいことはないんですけど、特にないんかいって感じよな。ないんですけど、なんかね、あ、別どこでもいない、行くのは飛行機乗りたい。でも韓国は機内食食べるほど遠くないんか。どうなんですかね。どうな、え、あ、ね、どうなんやろ。ヤッホー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 やって、ヤッホーお小遣いチャレンジはないんかなって。それな、あったらいいのにな。韓国のこと詳しい松坂さんに聞こうやって。な、ほんまにな、聞かないと。沖縄に旅行で行こう、あ、飛行機で行こうか。沖縄でも、でも北海道行きたいんよ。寒いけど、北海道ってか上の方にあんま行ったことがなくてね。そうなんです。だから北海道に行ってみたいんです。昨日 TikTok 良かったねって。え、本当ですか。めっちゃ雰囲気違うよな。暗いからな。でもあんこは苦手だけど名前にあんがついてるんだよね。あ、そうそう、なんか夏のなんか食べ物なんですか、あずきって。あずき、あんこ、わからないけど、それでまあ次だらしいです。夏の北海道はえーどうやって、ダジャレや。今日まだ日曜日見てた、愚痴は持ってこいくね。あ、ありがとう、たっかんさん。あ、皆さん公演来てくれますか。あと濃いピンクと白でアミタンコールお願いします。じゃあちょっとそろそろ今日の1位のコニタンお絵描きしたいと思います。あ、アンズや、間違えた、あずきはちゃうな。やば、自分の漢字もわからんとかやばいで、さすがにアンズか。アンズが夏の食べ物みたいな感じですね。で、あのね、アンズのあんずがいっぱいな感じじゃなくて、あの、あんずはあんずで、海は海なんですよ。海パパが好きでつけたみたいな感じですね。あずきバーも食べれないな、食べれないな。アフタートークは、ね、あ、そうなんです。今日からね、劇場限定で見れるアフタートークがあるみたいなので、皆さん、お待ちくださいね。んお楽しみにくださいねか。あ、今日公園行くよ。てっちゃん、ありがとう。待ってますね。ありがとう。いつも薄ピンクですみません。あ、別にいいですよ。大丈夫ですよ。アフタートークは配信ないんやってな。そうなんです。劇場限定なので、皆さん、そのアフタートークを聞きたい、かわいい、あ、聞いて方は目に来てくださいね。宇宙で一番可愛いアミタンがいいねって、あっけ、書きますね。あのね、あみずっと今ね、アバターをそのなんかずっと考えてるんですけど、やっぱ流れ星がいいなと思って。じゃあ書きますね。どうしたら可愛く見えるんだろう。どうしよう、パンダ一択やってな。パンダも悩んでるんですよ。やっぱパンダがいいか。
そう、なんか悩んでるんですよ。2、3個ぐらいあのね、あるんです、候補が。悩んでます。できました。ただ、ただ、じゃじゃん。はい、あのね、リボンをいっぱいにしました。ただ、どうですか。はい、じゃあちょっと写真撮ります。うん、はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ誕生日見ます。13位カニさん、ありがとうございます。12位りょうじさん、ありがとうございます。11位りょうじさん、ありがとうございます。ごめんなさい、あの英語のりょうじさんとひらがなのりょうじさんです。10位てっちゃん、ありがとうございます。9位沸騰ジョイさん、ありがとうございます。8位鉄メガネさん、ありがとうございます。7位コスモライトさん、ありがとうございます。6位リカちゃん、ありがとうございます。5位ひじまるさん、ありがとうございます。4位オウミさん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位まふみさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 ドゥン、コニタンでした。ありがとうございました。皆さん今日も朝からありがとうございました。じゃあ新学期3日目の、あ、今日は身体測定らしいです。身体測定、なんかあの目とかあの見るやつそうです。じゃあ終わりたいと思います。じゃあ後でまた公園で会いましょうね。あ、そうや、公園の前とかにもね配信ができそうだったらやります。よろしくお願いします。じゃあ終わります。せーの、コニタン、ありがとうございました。じゃあまた後で会おうね。ありがとうございました。バイバイ。まあ